さあ、大勝利、まあ、っていうか、普通勝てるんすよ。ね。勝てねえやつがおかしい。ここまでやっといて、初見なら負けんの仕方ないよ。ここまでやっといて、竜王に負けるやつがおかしいというか。さあ、ただし、白目の中で、まあ、序盤2強ですかね。試練の9連戦序盤2強とやってるのが、まず1体目白です。白目でも強いよ、こいつ。さあ、今度は白王に対してね、鬼コンボで挑みたいと思います。正直ね、やっぱね、鬼コンボ最強ですって言ったらね、かませるでも何でもいいんですよ。一回ずつちゃんとチャンスあげたいなと。うん。どうせ負けてもね、指導からこれやり直せることも活かしてね、ちょっと心のメンタル的にも楽なんでね。一回ずつチャンスあげましょうや。どっかで勝てる戦いあるやもしれんよ。試練の9連戦、序盤2強、指導ゾーマのうちの1体、指導。破壊の宴とか、ジゴスパークの威力が非常に高いんですよね。で、かつ、鬼コンボはおそらく打点取られます。ジゴスパークとか、破壊の宴で。プラチナキングやボーンファイター、数々のね、モンスターが散っていたんですけど、まあ、鬼コンボも例外ではありません。あ、先見なら、まあ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 。あ。ああ、そうだな。お前散々今までの戦い振り返ってきたら、お前さ、お前編集で何こいつとかさ、ハテナとかずっと言われてたもんね。ここでもやったか。いや、ここからまだ諦めてない。まだ諦めてないです。まだ諦めてないです。全然諦めてない。まあ、ここからね、開始。お前、多分、あれか？お前、これあれか？お！でも、まだ諦め、奇跡の魔法もあるんだよ！まだあるぞ！まだ。ねえ、みんな冷え切ってると思うんですよ、もうね、この動画見た人ね、もうね、冷え切ってるよ、今。もう、キンキンに冷えてる。でも、ちょっとまだなんかありそうだな。ちょっと、期待あるぞ。オリコンボ最強伝説の主役として、ちょっとね、ここは立役してもらいたい。いける。1回戦で取り返す。でもね、1回混乱で止まってるでしょう。これね、やばいよ。正直、かなりやばいです。勇気が溜まらないかもしれない。4ターン目開始の勇気が半分ってのはかなりやばいね。さあ、破壊の、あ！え？いや、え、あれ？いや、まあ、追い込むはね、暗黒耐性もあるし、1600枚で大丈夫でしょ。うわ、きつ。まだある。でも、これね、光玉確定になってる。SP は光玉確定だ。一旦目に混乱しなきゃだな。うわ、まだある。本当にある。まだだ。これあるな。ある。全然ある。まだ。まだあるぞ。でも、待てよ。ジゴスばっか。いや、ダメだ。終わった。終わりました。これだの指導の行動は、どっち引いても負けです。はい。まだ、もう。ああ！一旦目でさ、混乱しなけりゃ、お前いけたやん。ね、いけたやん、お前。いけたやん、ね。いけた。いけてた、お前。多分ね、グレドラチャンジみたいに何回かやったらお前いけてたわ。でもダメだ、いけ、うん、大惨事。コロコロコロ気持ちぐらいに転がりやがって。わあー勇者の更新再び。オリコンボがあの低たらくのせいでね、結局のところ勇者の更新になるわけですけども、装備を一新して、勇者レベル40までちょっと上げました。まあ、妥当なレベルじゃないかな。上げすぎってことはないかなと。アグレードモード大きいずしに、頑張ってもらいましょう。やっぱりこれつだ、ウルトラスタンプ。さあ、実はこれ火変わってるんですよね。前回鬼コンボがなんかフルボッコにされたことぐらい覚えてるんだけど、火を変えて、収録しております。どうだろう、だって、スーパーヌファでも出ると思うんだよな。さあ、そして大喜利はウルトラスタンプを避けられません。まあ、食べるでもいい気がしてきた。
指導の弱点が爆発になるんで、ヨナズもどんぐらい食らうかなって。まあ、多分賢さ高い。さあ、勇者ですね、これは。本勇者ネモガンズブルルルルルうわちょっと待て。あ、ま、ま、これ多分弱点属性だけど取ってないよね。あー、串刺しでいいかも。これこれ。まあ、しゃあないけどな。スーパーの方で打点を取っていく。強い強い。オッケーオッケー。やっぱスーパーの方やべえな。スタープレイヤーも強い。あ、来ましたね。早速じゃん、つーくん、ウルトラスープ。ああ、もう、かわいい。さあ、というわけで、つばぜりをしましょうか。とりあえず2ターン目にここでつばぜりをしないと、破壊の宴と自己スパークでもう、もうまずさよならなんで。まずここをしないといけません。ですね、皆様に今のご状況をご説明いたします。さすがにですよ、いつも僕なんか奇跡を魔法もあるんだよとかなんだとか言ってますけど、今日は日を変えて一発目もうきつい。これはね、あの、一つ言っていいですか、こればっかりは負けなんですよ。こればっかりはどうしよう、あの、こればっかりはどうしようもないんで。あ、こればっかりはどうしようもないっす。ちょっと実験抜けしても火を変えてね、一発目つばぜり、まず負けから始まりました。しゃあないっすね。これはちょっと、しゃあないところがあるんで。ほら、なんか、外走ってる。え、こんな出んの？あれ、563？ あ、貯めるか。貯めるの後だっけ。貯めるの後で、563も出んのか。強いなぁ。外になんか聞こえます。ダメージ見とこ。貯めるから？はい！うん、十分十分。貯めるでも十分ボーダーを乗せられる気がするな。貯めるでも十分ボーダー乗せれっかな、ウルトラスタンプなんぞ知らなくても。それがバトまで行くかやな。うん。で、ここで、お、邪神の冒険がね、主人公に飛ぶようになりました。悪人ネットは。やっぱりか。あの、悪伝に行ったら1000以内抑えるけど、勇者に行ったら1100、1200ぐらいから取ったよな。まあ、俺それは分かってたんだけど、悪伝に行くこともあるんだ。これはまあ知りましょう。勇者散る、しゃあないわな。つばぜり負けちゃったからしゃあないわな。あー、久しぶりになんか負けた気がする。もうちょっと早く走ってくんね、あれ。ごめん、不甲斐なかった。ちょっと、つばぜりに負けたのがちょっと不甲斐なかった。あれは、今俺が悪いわ。うん。まあ、このゲームはね、実力であるということが証明されてしまった瞬間なんですけど、まあ、ちょっと、勝った、つばぜりちゃんと勝たないとダメだな。うん。まず、勝つところから始めますよ、つばぜりにね。2ターン目のつばぜりに勝てなかったら、もはや、もう本ボタンレベルですね。一品プレイで削り切るのはね、ほぼほぼ無理なんですよ。それは無理だよ。いくぜ、さすがちゃん。あれおっと、ちょ、かわいい。ここでポロポロ外されるとね、余計にきつくなるんだよな、つばぜり合いもな。勇気の量が少ないからね、単純に。はい、オッケー。スーパーノヴァの方が出るね、もはや。いや、指導がね、単純に光と爆発に弱いから。さあ、もう一回来ました、邪神の冒険。これをね、主人公が避けてくれれば話が早い。ドッカーンねえ、おしゃれ着したろ、おしゃれ着したろ、忍びの服着てんだろ。ほんま。あー、聖堂の盾に変えようかな。よっしゃー、勝った未来、勝った未来。まず勝った未来です、これが。これがさっきの勝った未来ですね。一番怖いのが、正直、破壊の宴なんですよ。多分ね、おー、ナイスこの HP だったら、もう破壊のだけで死んじゃうよね。その場合っていうのは、主人公がガードか避けるしないとダメなんですよ。で、このラインはもう食べるからのスーパーノファで乗るよね。さあ、問題は4ターン目まで耐えきれるかどうか。いやー、HP2300 じゃきっついと思う。ちょっと、邪神の攻撃で1200はね、飛びすぎなのよな。しゃあないけどな、勇者って暗黒に弱いしね。で、
この装備とおしゃれ着してることによって主人公かなりボロボロになってるんですよ。ちょっときついところあるかもな。しっかり貯めてテンションをね、ウルトラスナップ外しの方がちょっとテンションたまんないから。はあ、え、まだなんとかなるでしょ。おわあちょっと待ってうん、さすがね、序盤的、あはははは、大ピンチですね。ピンチに陥りました普通にこいつ序盤2強っていうぐらい強いからね。てか、そもそも死の方が強い。うん、そも、ね、本来この SP、このターンに天使の歌とかそんなものを使えば、ここ勝てますよね。そんなものは存在しませんので。そうだね。鬼コンボなんだよね、使える SP は。天使は溜まりました。だから、どうしよう。どうしようって言ってか、邪神の冒険が来た時に主人公が避ければいいんですよ。まあ、おしゃれにしてます。忍ぶ優子。避けろ！聖女の盾は？あれ？聖女の盾も、よき忍ぶ優子、なんもいいじゃん、なんだこれ！おかしいな、おしゃれ着もしてるし、忍ぶ優子着てるし、聖女の盾もなんなんだろうね、これ。やっぱもう不甲斐なかった。ごめん、不甲斐なかった。勇者40は不甲斐なかった。出てきました。ザンマート。もう、どう、あえても白に勝ちたい。ビッグバンで単体で取ればいいだけですから。打点は問題なかったんで、あとは耐久力ですね。で、こちらはバトルマスターがレベル99となっておりますんで、勇者より耐久力が今、うん、それは、レベルのゴリ押しって言うんだよ。まあ、いや、正直悪伝が刺さってなかった感はちょっとあるかなと。破壊の滝で弱点をもたられるし、合計で900ぐらい食らってたし、まあ、食らってたのは勇者なんだよな。さあ、ここから、まあ、ビッグバンで、打点は取れると思うんですよ。パワースタンプしなくてもいい気がするんだよな。さあ、先ほどまでウルトラスタンプを振るっていたオギリチ弱体化。ただし、バトルマスターはちゃんと職業相性もあるんで、耐久力はそこそこかなと。ビッグバン、せーの、はい、オッケー、すげえじゃん。やっぱザンマトー強えな。さあ、こいつの運ゲーは避けられない。はい、あれー、ボコン、かわいい。あ、やっぱ来たか。これね、コングヘッドなんだよな。うわ、あー、うわ、まあ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 。900ならまあまあまあ、どっか1200よりマシ。そう、900、なに、あのね、なんか、1200よりはマシかな。はははは。ねえ、もうきついのよ。そのさ、ニニスっちゅうのはどういうことかっていうと、ほら、黄色にいけないんです。一旦目に2ミスしてしまうと、黄色ゲージに行けないんで、つばぜれがかなり絶望的になるんですね。うぇとどめ打ち負けされるのがすっげえ悔しいわ、さっきから。かわいいもんですよ。なんか今んとこ白に3回4回負けてね、情けない姿を見せてますけど、そもそも指導が強えんだろうな。実質 SP なしでこれやってるようなもんですからね。かわいいもんですよ。なんか、うん。何度だって立ち上がってあげますよ。ライアンチャレンジかのようにね。行きましょう。ビッグバンの値さえ取れれば、まあ、あとは貯めるでなんとかなると思うんだよね。5900だし。大丈夫だ。しっかりやってくれ。で、君だよ、君。君だよ。オーケー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 。君なんだよ。一番大事なのは。で、さっさかちゃんも貯めて。もう。まあちょっとね、この貯めるがね、次のターンにつばずれしてるんで、毎回毎回。いや、正直2ターン目でいい気がするんだよね。SP を使えないんで、実質。使えるんですけど、使ったところは意味がないんで。だから2ターン目つばずれが一番丸いんですよ。3ターン目はさっきみたいに、凍てつく波動とか地獄の豪華なんで、ダメージそんなないんですよね。だから2ターン目に仕掛けて勝つのがテンプレみたいなとこあるんですけど、ちょっと今日はね、調子悪いね。よし、オッケー。よし、オッケー。で、これで文句負けたらもうそれは指導が強かっただけよ。勝つぞ！よっしゃー！勝った未来、勝った未来来ました、勝った未来。よし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 オッケー。頼むぜ！さっさかちゃん貯めてからパワーサンバーかわいい。ここから、3300に乗せるだけなんで、さすがに大丈夫だと思うけどな。いや、さすがに大丈夫って信じたいよ、俺は。うん。だって、ビッグバンって500打点なんだよ。ね、さっさかちゃん貯めてさ、オーケーちゃん貯めて、
ちゃんと出れば、いけるはずなのよ。はい、大爆発、メイクマン！はい、オッケー！オッケーオッケー、指導弱点をつきつつ、心弾大事。いてつく波動は嫌な予感。懸念点があるとすると、次のターンはフルアタなんですよ。はい。フルアタで、ここを、次のターンは耐えると思うんですよ。で、勇気が溜まるかどうかなんですよね。で、4ターン目はね、仕留めないと、4ターン目は仕留めないとやばい。いや、多分いけると思うんだよな。あー、ギリギリ。ちょっと、会心とか、コンゲットちゃん出してもいいんだよ。おら、いけるよ、オーケーすげえ、そう。見せたわ、そう見せたわ、お前見せた。もういったいった、さすがじゃんね。もうためて終わった。もうけんない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 。オーケー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 、やるじゃん、おさるさん。言霊会心出たな。とどめだ、おらさすが某実況者、泣かしただけのことあんな、お前。脳内アドレナリンやばいわ。よくやった、コングヘッド。ちょっと勇気きついなと思った時、怪人だ。よく出した。あ、さっきの負けは伏線ってことね。あ、わかったわかった。さっきの負け、一回の負けを経験しての伏線ね。よくやった、マジで。ちょっと、もう、何？ほぼほぼ寝起きだけど、アドレナリンドバドバよ。もうなんかもうみんながよく言うパチンコのあの感覚、もう演出キラッキラ。よくいけたなやっぱ猿しか勝たん。やった。あ、序盤に今日、やっと終わった。長かった。